なんとかおしゃれな異空間を。これね。おしゃれな異空間は何ですか、これ。ちょっと、倉庫です、倉庫。別の倉庫なんです。なんかめっちゃかっこいいけど、作りとか。めっちゃおしゃれなんだけど、中に、車がいっぱい入ってるんですけど、これなんかあれですよ。日本の社長のオタク訪問みたいな動画に急に変わっちゃいましたね。新しいシリーズが始まりました。これ見せたいものって、これですか？見せたいもの？見せたいの、このミスト。あ、これで皆さんこっちやばいわ。え？これやばいね、スタピオン。いやー、こんなにあるとは思ってなかった。いや、びっくりした。え、これ全部じゃないんでしょ？これ全部じゃないですけど。うん。あと3、2、3台あるんでしょ？3台、4台ぐらいある。あれ皆さん GTR ってなんかグレーじゃなかったでしたっけ ?GTR は黒、はい、グレーだったけど、うん、黒もあって、うん、シルバーもあって黒もあって。え、4台あるの、まあ、3台。ラジコンみたいな。ラジコン、ラジコンっすね、これ。すごっ。あ、奥にもある。ミニがね。ミニがある。うん、すごっ。ミニと、これ、マニア本社にあるやつと同じやつを930。そうですね。いやー、こっちの方が渋いね。これ912ってないか。911じゃなくて、うん、912ってやつなんで。これ911っすね。そう、911じゃん。930っていう車で。ナローポルシェの。なんで分かったかっていうと、ここに911って書いてあったんで。ああ。ポルシェはね、911シリーズでいろいろ番号があるんで、ちょっと難しいですよね。あ、これがポルシェですね。これなんか見たこと、これも初めて見たな僕。GT3 はね、これもこれって僕があのホビーショーで言ってた。そう。あれ、あの時ポルシェだったっけ？これだった気がする。そう、これ。これ実際見るとめちゃめちゃグランバランスだね。ポルシェだね。あんま普段近くで見ることないけど。まあだから始まった頃はこの辺のサイズ感で始まって、現代ここまで。巨大化したんだ、ね、もう一台に996があるんだけど、うん、それは今直しててあれなんだけど、じゃあポルシェ何 ?1,2,3,4 5台あるってこと。今5台ここにある。そんなバカな。あ、ラジコンがそんな儲かるんですか。もう立派なラジコンみたいだもん。こんなもん、ね、これラジコンだよ。これは補強しないとすぐ割れちゃうよね。でこれ開演ですよね。開演、そう、開演、開演。お金の流れは聞かないでおきますわ。ね、うん、そういうところはこう、しとかないとね。よくわかんないから。値段も聞かんときます。国税局でも入られて、かわいい。国税局が来ないから。で、これいつも足、あの、自転車いただきますよね。通勤を、通勤。通勤をね。そうまあ、これも言うてもね。これ何クラスだっけ？これ E クラス。E クラス大きいやつですね。のディテール。E クラスね。てかこのガレージですよね、うん、これめっちゃおしゃれだよね、スタッフなんで、ね、これなんすかこの趣味の趣味の男の趣味の極地みたいな場所、ポルシェとかバカみたいな置いてあって、うん、おかしいよここ、うん、で、あとマクラーレンだね。あ、マクラーレン、これあれちょっと待って、うん、前動画で超えたやつってあれ黒じゃなかったでしたっけ。あれ気をつけてジャンプしたやつね。これだいぶやってるよこれ。あれ白だったよ。そうだっけ、白だっけ。いや黒かった気がする。黒かった。そう、うん、いややっぱすごいね。これはグラマラスだな。マグラーレね。これこの前の黒いのから、うん、百何十馬力かパワーが上がってて。あ、さらに？うん。720馬力だからこれ。僕はこれ一回隣に乗せてもらって。あ、なんか見つけましたね。え、下君何知ってたの？うん、僕はこの車一回乗ったことある。違うって違う。あ、なんかの、ああ、あれなんで。ちょっと見てよ、見て。あれ。お、あら、え、今日、あれあれ発売ってあれ発売これ知ってますよ。いや、してないって。うち入荷してないもん。え、しかも、これ、確か、8月の10日ぐらいだった気がするけど。なお盆前だった気がする。ね。もう8月10日ですよ。時差あれですか、なんか、え、これ映してもいいんですか今。ですか、この、これ。これ大丈夫ですよ。
あれですか、なんかパクってきてないから、オンダーセって言ったんで、元社員のあれで、なんか実はうまいこと買ってきたって買えないですよね。今回ちょっとあの飛行機に乗って行ってきたんですよ、ピヨって。海外、海外で買ってきたってこと。うん。え、これまさかあれですか、見せたいものってこれですか。うん、そう、そう、高橋さんのやばいよ。こっちじゃなかったね、こっちじゃなくて、こっち、こっちじゃね。いや、どっちかって言うとあっちは興味あるね。だな、枕あれ地味なんだな。いやいや、そんなことはないけど。やばいね、これね、もう。じゃちょっと取りますか。開けるんですか。これは、ここに取ってます。これで。取って、もう。おぉ、かっこよ。おインパルがくるりと回るっすよ、これ。やば。何さ、これ。え、で、サーキットの時は、これが邪魔だからって、こうやってしまって、どうスピード、スピード、メーターと回転とこういう、こういう情報がここにだけ出るだけの。すごい。え、これ買ったの？どれ？まあ、そう、ちょっと。マジで？黒いのが車検になったから。さっきのラスコナの、なんで僕そんな、あれなのに、皆さんだけこんだけ儲かって、おかしくないですか？なるほどなるほど。おかしくないっすよ。ちょ、これはね、値段張るからね。いやいや、でもね、これ、これ、ちょ、これは違う。どれ？あっち、あれ？何すよ、これ。どれ？え、これ、本当の教えて、これ。どれ？これ、だから、海外から買ってきたんですよ。マジで？そう。え、もう発売になってるってこと、海外。そう、乗ってるらしくて、うん、そしたらちょうど、うん、あったから、買ってきたんですよ。これはやばいよ、スタピオン。らしいですね。なんか、どうも。海外ではなんか2、3週間前からもう売ってるって話はもう聞いてたんですけど、どこら先にちょっとドラえもんのどこでもドアで、僕らはあのこれを自慢されるためにわざわざ静岡くんだりまで、そうだね。で地元ですからそう、ね、そういや、なんかね、なんで珍しいこと言うなと思ったんですよね、うん、ということで、これはそう、せっかくならね、うん、ちょっと見てみたいなっていうのがあって、うん、一緒に、うん、はい、あ、マジっすか、呼んでいただいたんですか。そうです、そう。せっかくなら。嬉しいね、ザピオン。いやー、高橋さん、やっぱあれですね。こっちより、うん。こっちの方が。まあ、こっちですね。これ、ちょっとあんまりなんだろう、現実的じゃないっていうか、よくわかんないっていうか。そうだよ。スダピオンはね、横乗ってるから。僕はね、一回別の車で、ああ、そっかそっかそっか。乗せてもらって、300キロを体験するんですよ、これで。いや、でも、まあ、来年高橋さんも300キロで、ギャギャに。イエロー側をね。そう。いや、でもそもそもはやっぱここに入ってきて、この建物、雰囲気のいいところでね、真っ白の外車しか置いてないわけですよ。そんなバカなことないっすよ。そん中から BBX が出てくるんだけど。これね。やばいわ。これ、オンダーラの倉庫だよ、多分。いや、星野マークの倉庫、倉庫。俺はね、夢がありますね。夢がありますよ、これ。夢あるわ。あら、もう。ちょ、これ、あれですか？中入ってるんですか？もちろん。箱だけじゃないですよ。ちょ、じゃあちょっと準備してる、じゃあ開けてみますか。いいですか？こんな素敵なテーブルまで、これね、ガレージに置いてあるんですよ。これは単純にラジコン撮影用のテーブルっぽい。おかしいですよね。もう撮影できるようにいつでも、もう高橋さんちがね、いつでも来て撮影できるように。全部ナンバー111なんだけど、これ。やばいよ。111ガレージ。これなんかよくテレビで見るよね。あの、社長のガレージとか言って中で、豪邸紹介みたいな時にさ、こう、なんか会社がずらずらずらっと入って、ね。もう絵面もそんな感じなんだ。だよね。まさかここまでと思わなかったね。知ってたっすか、ここまで。いや、あの、持ってるのは聞いてたけど、うん、これ最近最近。あ、そうなんだ。うん、最近最近。だからまだ何台か隠してるからね。いや、絶対隠してるよね。あんま脱退するとね、まあ、税務署とかわいそうだから、こんなこと言わないけど。まあ、高橋さんも数年後にはこんな感じになってる。いやいや、大丈夫。急にね。大丈夫。よし。じゃあ見てみますか。これいいんすか、これ。いいぞ。マジですか、うん、嬉しい。とりあえずは。すごい。パッケージサイズはそんな大きくないですね、意外にね。思ったよりね。これ、コミショでも見ましたけど、パッケージだけでもかっこいい。いや、かっこいいよね。飾っとけよりも。うん、これがあの今世の中で話題沸騰の、まあ、近年でタミヤさん多分一番作ってきたでしょうね、今回。
そうだね、うん、おそらく、おそ、おそらく、うん、僕はちょっともう街下りでました。本当ですか、はい、ああ、長かった。もう富士山は5月ぐらいですよ。はいはいはい。その前からワーワー言ってて、もうそろそろ8月だからね、うん、確かにね。そうだよね、だってこれニュールンベルグで発表してるから、実際俺たち、あれいつだっけ、最初3月か4月でね、あのホビスクエア見に行った時に、うん、だね、だからまああれからもう 3,4 ヶ月、なるほど、待ってる感じだからね、うん、だいぶちょっと神谷さんのチラシ商品、なるほど、ちょっと行き過ぎちゃった、半年だもん ね結局は、ね、ニュールンベルグの発表から考えると、ね、そう、やっと手元に、まあ、これも若干フライングしてますけど、いや若干じゃ、結構フライング、いやこれだいぶフライングしてますけど、わざわざ来た、呼んだだけのことはありました。まあでも海外からね、いやすごい、まあ高橋さん2週間後にはギアほど見る、あ、まあそうだね、そうだね、たった100台ぐらいうち入ってきますねよし、じゃあ開けさせてもらっていいですか。どうぞじゃあ失礼いたします。おお、こっちちょうど、まあタミヤらしいといえばタミヤらしい、うん、まあブリスターがないのはね、最近の車だから、はいはいはい、昔だとこれブリスターが入ってたけど、うん、どれからいきますか。じゃあちょっとタイヤからいきますか。まずさすがフィルを選ぶかタイヤからなんですね。すいません。お、これってあれですか、袋開けちゃってもいいですか。一緒です、一緒です、一緒です。とりあえずこれで僕ホビーショーで触ったんですけど、うんうん、インナースポンジもそうだけど、タイヤも成形も、うんうん、足もふかふかもすごいいい感じでしたよね、これね。これ触ってない？そこまでは。本当に？うん。あ、まあでもほら、青木さんがめっちゃこれこだわったって言ったから。ああ、そうですね。ああ、これなんか中にリブがあったら言ってね。あ、そうなの？あ、ここね、横ね。そう、横の。ああ、はい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 。を出すために。ああ、この剛性を出すために、うん。大きいね。うん。大きい大きい。大きい。あの、ハイトが高くて、ね、かっこいい。あれかな？昔のタミヤのパジェロとかの大きさぐらいかな。ああ、大きさ、もっと大きい気がするな、大きいかも、うん、似てる、似てるよね、うん、これさ、ホイールが六角なの。あ、ホイール見ましょうよ。ホイールちょっとついでに、ツーリングだったサイズは。あ、そうだよね、だからツーリングがサイズでね、見ると、あ、本当だ、なるほど。いや、ハイトめっちゃ高くしてるんだ。六角ハブだね。全部一緒なの。あ、え、またほんとほんと、あのタイヤ幅は違うんだけど、うん、ホイール幅一緒なの。マジ？あ、でも一緒で、確かに。マジ？あ、本当だね。ホイール一緒だわ、はい。間違いないね、じゃあ。26ミリ幅の2オフって書いてあるね。うん、2オフなんだ、ね。そうすると昔のホイールに近いね。バギー用にだいぶ強化したから、ツーリング用だと割れるかもしれない。あ、なるほど。え、じゃあ逆だ。柔らかい、めっちゃめちゃ。ああ。ナイロン？ナイロンかね。ナイロンかもしれない。うん。うん、ああ、ツーリング用だと高すぎる。ああ、エビス割れちゃうってことか。うん。でわざわざこれね、あの真空定着って言うんだけど、こういうの、うん、メンキがわざわざこれマスキングしてね、ちゃんと接着つけやすいから、裏が真空定着ってのしてるんですか、これ、うん、すごい真空定着メンキ、手作業でマスキングはあるどれ、このそんなバカな接着メンキ、それか、もしかしたら輪ゴムみたいのでこうためるだけになってるかもしれない。キヨピが頑張ってやってるってこと。それはね、それはね、それはないね、サトシやってること、やってるかもしれないポンだな。大丈夫。ボトソー、ボトソー。そうだ、そうだ。ヘビだから。ヘビ、ちょっとこれも。いいなね。あ、これいいんだね。マニキの人ってこの辺こだわるよね。いや、あのね、品質いい悪いで、うん、品質悪いと、一パックしたらもうインナー終わっちゃう時あるんですよ。よれちゃって。そうそうそう。うん、中でね。まあ、モールドインナーもね、濡らしちゃうとダメになっちゃって。あって、あの、クロスセルが。これやっぱね、角ちょきちょきハサミ切った方がいい。どうなのか、ね、やっぱりいいんじゃない、別に変わんないんじゃない、これ結構ゴム硬いしいや、その辺みんなやる人いるだろうね。そう、いるだろうね、うん、そうですね。なんかちょっとどうしよう。じゃあ次どれいきますか。トリセツいきますか。あ、そうですね、トリセツいきましょうか。とりあえず大事な、はい、いや、ここ涼しくて環境いいですね、こんな外暑いのに ね水出してるとだいぶ違うね。もうミストすごいわ、どんだけ理由が、こんな環境で撮ってました。優雅にも程があるのがあるのも、もうここ撮影までいいんじゃない。ここに、これ来てくれる、こっちで。ちょっと遠いなでも、ここ外の時は全然来たっていいよ、俺は。まあ、あの個人的には IFS の炎天下よりはこっちの方がいい。だいぶいいねまあ、ここで走れるからね、外でね。すごい、あ、ボールレフだね、うん、これ TA0 あれだ、TA06 とかの
とかの共通のやつ、201と一緒ね。バギーとかの時と一緒でね、このテープの作り方が。今 M08 とかもこれ使ってるんじゃないかな。最近の肉の関係は全部このデフじゃないですかね、アソシのデフに近いね、ステルスに近いかなと思うけど、ってことはこのギアボックス関係もあの辺からのもう多分流れに近いところはあるのかも。スリッパモードついてるんでね、ちゃんとね、走りに、うん、これスリッパはついてないんですか最初は。あ、スリッパはないけど、うん、スリッパつけるようになるんだ。そうだね。え、そうなのこれ、スリッパついてるんじゃないんだこれ。ついてないっすね、うん、残念っすか。え、じゃスリッパこれついてるのかなと思ってこれだったもん。ノーションのとこにあったから、うん、なんとなく、あ、そう、あ、そういうことで、はい、スリッパーぐらいはつけてくださいと三浦正幸が今言いました、はい、僕は言ってないですよ。あ、ハンバックもちゃんとこれでほら、あ、これトレーディングアームか、トレーディングアームのはいところ、うん、あ、それで入れるのね、これ。なるほどね、うん、これハンバックにしないのって言ったらなんかやっぱ潰れるのが嫌だからね、固定のスペーサーで言ってたね。あ、でもそれだったらワンピースで作っちゃうことね。まあ、そこのスペーサー入れてちょっと微妙にやったりしたいんだね。うう、調整用にってことですかね。そうね。まあでもまあマニアな人はターンバックル、上をターンバックル化する、ね。でもする必要あんのかな、逆に言うと。まあキャンバイ付きたい人が。これ結構シンプルだね、このメイン車種メガデッキあって、ね、ここにギアボックスのだけだから。見てみる。あ、見ましょうか。結構シンプルだな。思ったよりなんかごちゃごちゃしてるかなと思ったら、全然。はい、ああ、すいません。開けてもいいですか。開けていいですか。開けていいですよ。おお。あららら、あ、結構重量ありますわ。あります、うん、あります。とりあえずどうですか、これ TA08 より柔らかいですか。ね、なんて張りはないけど柔らかい。え、違うな、全体的な質量を感じるから頑丈な感じはする。剛性がどうのっていうよりもピッチングはね、やっぱこのリブが入ってるからだいぶ硬いよね、うんうん、でも横は結構リブが、うん、入ってないから、ロールケージついての全体の大きさがちょっと硬くなるんじゃないですかね。でもシンプルな1枚もので嬉しいですね、うん、なんか2ピース3ピースになってるとね。ああそうだね、面って分かりづらいけど、反っておかないのかねこれで。まあこれね、まあまあ反ってきてもこれぐらいは釣りじゃないんでね。まあすぐそれでもいっちゃうから。ロールケージついてのピッチングが入れる。あとはなんかこれモーターね、モーターまだつかないとか言ってたから。えどういうこと？あのピニオンひっくり返す仕様なんで、はんはん、54だと多分軸が足りなくて、あら、まあ、ここにかからない説を聞いたんですけど。説ですね。おお、ま、ちょっとやってみないと分かんないですね。踏んでみないと分かんない。ここまで届けばいいんだけど。なるほど、そういうことね。どっかに書いてあるかも。そうか、54は短いもんね、確かにね。これブラシレスになってるもんね、それが推奨がね、タミヤの。だから僕は54とか、あのスコチューンとかね、つくかどうかちょっと不安。そうですね、スコチューン使う、スコチューンはでもピニオン長くない。まあでもほら、スペーサーつけて、そういうことね、うん、だいぶ伸ばすってことね。ちょっと若干不安になる。確かに、うん、まあ誰かが何かうまいものを作ってきますよ、また。そうですね、もうね、うん、スーパーミュラジャパンとか。あれだね、ロープルサーボ専用なんだね、これも。あ、マジ？最近ほんとそうだね、タミヤのってね。うん、なんか。でもタミヤじゃない、ロープルサーボ売ってんの？売ってる。ある。あるある。あるんだ。あるあるある。俺それ知らなくて。あるのよ、実は。あるの？あるある。え？いや、あの入門用のチープなやつがあるよね。白い女子ギアの。そうなんだ。あるあるある。そんなロープルがあるんだ。あるある。あるある。知らなかった。ここ3、4年前だから、そうだね、PDK も、そうだね、PDK も指定だったし、その前もなんだっけ、なんか指定だったよね。ね、なんか、うん、あるあるある。そうなんだ、うん、その辺がね。M08 とかもロープしてるよね。そういうことだ、それでも。そうそうそう、そうなんですよ。へぇー。もうロープローの時代なのかな、ね。まあ、パワーがあるから別に。うん、必要ないですよね。なんか、視点系はちょっと、うん、そうだね。うん。うん、青木さんが、だからバンプのことについてかなりこう自信持ってます。バンプ変化ゼロでしたね。おお、トーもバンプも何も変化しなかったないんだ。すごい。これなんでこんなことになってるんですか。ダンパーしてフロントの。なんでこんないっぱいファッシャーを飛ばすんですかね。それでね、キャンパーが買うとか言ってました。なるほど、調整か。そう。おお。はあ、なるほど。なんだけど、うん、このスペーサーがいっぱい多いんで、うん、外すときに落としそうで、うん、めっちゃめんどくさそうではある。まあまあ、そのしょっちゅうしょっちゅう違えるようなもんでもないけどね、これ。まあ、オークションで3つ繋がったのが出るのかな。ああ、なるほどね。でも、そうそう変えにくいじゃんね。
多分 C クリップみたいな感じで横からスポスポ、そういうことね、まあ、ただ、まあ、ハンバーグいじる人がいるかって言うとそんなそこよ、そこよ、そこは肉バギーのフロントでね、それ抜けばそのアッパーアームのピボットが内側によるからまあ、構造楽しむものとしては、うん、プロとしてはこういうやっぱりちょっと自由度があった方が、うん、まあ楽しいのは楽しいですよね。一応ね、うん、ロールバーが、まあ、メイン写真がかかっついて、うんうん、でそれでおおむね外は完成しちゃって、ね、ギアボックスができてればもう、まあ、肉はね、だからね、まあまあまあ確かに、うん、あーロールケージを横から、うん、挟み込む、左右つけてってことですね、うんうん、そんなややこしくないよね。これだ、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 もうできてるでね、うん。ABS のね、うん、おなじみの素材だね。やわらかい。かなり柔らかい。かなり柔らかいですね。まあ、でもこれだけで結構かっこいい。プロのアーム。アームか。ちょっと、ちょっと、プロが素材感っていうのをレビューしてもいいですか。ニューヨークはもうすでにコスト計算までしてそうだから。いや、してるね、もう。ね、まあ、ちょっと左右共通なのかと思って、左右共通だね、うん、そして C ハブがない構造ですよね、もう最近ね、うん、最近なぜタミヤは C ハブを削ってきますよね、うん、まあいいことかな、これちゃんとでもブラスト今まであんまり やってない加工ですよ、ここあこれ方針他の、うん、というかちょっとあんまないよね、いわゆる型を磨かないっていうね、うん、あ、なるほど、そう、型をピカピカに磨くちゃうと光るんですよ、うんうん、磨かなければこういう感じ、割り方すると手抜きみたいな状態だとこうなるってことですか、1個手間をかけないで、こっちはかっこいいですよね、あのタミヤってどうしてもみんなピカピカに仕上がるじゃないですか、うん、そうあれ金型がピカピカだから、なるほど、へえー、あ、じゃあ別に特にブラストしてるとかそんなわけではないってことですね、そこまでやってないんじゃないかね、多分、この方が質感、質感いいよね、うん、高級感出るって、いや出る出る出る、うん、これでも結構硬いけどね、あんま柔らかい感じしないよ、これ、うん、やっぱ 3D デザインだから、あ、直す、あ、そういう合成も持ち方あるんだろうね、多分、あ、結構硬い、素材自体そんな硬い気しないけど、素材は柔らかいけど、うん、いいよ、さ、ふにゃふにゃやってみてびっくりするよ、結構硬くて、おー、結構硬いよね、硬い硬い、ね、粘りはありそうなんで、樹脂自体は決して硬くないのに、うん、この成形で形状で硬いっていうかね、うん、だからこれすごい、うん、こっちは外したね、これがすぐ落ちるってことは、うん、ね、柔らかいものだとここと普通のよくある入門みたいな、うん、あれと近い、そんなにね、硬、うん、い材料ではないね、うん、でもその間には合成出てるから、すごい出てる、うん、まあ、足はよく動きますね、まあね、そういうのはね、まあ壊れないようにはね、作ってるだろうから、う す,、ね、うん、すごい、なんで俺は今日 BBX を見てるんだ、ここで急に、ね、気がついたらなんか知んないけどねえ、ね、54モーターとか、うん、スケベないの分からずに、うん、買ったらやばいっすよね、そうだね、うん、遊びだからってね、うん、これじゃああれですか、もう今日皆さんこれ作るんですか、僕作んないですよ、これは誰が作るの、これ高橋さんでしょ、いいんすか、いいっすよ、いや、いいんすか、マジそれはいいっすよ、みんな待ってるんで、あ、いいんすか、そうそう、え、本当にいいんすか、やっぱそれはタミヤのヒーローで、ね、いや、ありがとうございます、意味がないじゃないですか、タミヤさんからもあんまりこう歓迎されてる感じはいつもホビーショーではあんましないんでいいっす、あいつ勝手に騒ぎ合ってみたいなねマジっすか、え、本当っすか、うん、うん、作ってください、じゃあその辺の検証とか、また実際54とか、そうそうそう、やってください、僕やってる時間がないから、で、これ今発売前だから、うん、それまでにじゃあ皆さんが手に入れた時には、うん、これを、そう、レビューする、気をつけてくださいねとか言えれば、そう、そしたらお客さんのためになるじゃないですか、これ誰が得する、僕しか得してないんじゃないですか、いいじゃないですか、逆に言ったら福井からね、美味しいご飯だったんですよね、あれだよね、始まった、残った、始ま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 った、カリカリカリ、始まった、カリがあったんだから、まず、いや、すごい、嬉しい、じゃあ使います、本当、作ってみてください、これ、じゃあその棒読まれの件、僕もあんまりはっきり、いや、知りたいよね、だからこれだ、いや、逆に言ったら高橋さん乗せてみてくれる、いやいや、本当そう、その辺は多分、後ろの方に書いてんじゃねえか、あー、あとで、本当にそうならね、なんで、ちょっと俺が適当なこと言って嘘言ったっていうと、いや、多分スタジオ嘘ついたな、これは完全に悪者だって、最初に乗ってんじゃないの、あ、なるほど、あ、プラスティスモーターって書いてあるわ、これ、あ、じゃあここに 10.5 ミリ以上って書いてある、はあ、はあ、あー、ほんとだね、これが注意ポイントで、なるほど、だから
五四モーターこの辺に転がってないですかね。五四モーターはないね。ないね。ないね。逆に言ったらそうか。五四がノルピニオを出してあげれば。首長の。ああそうだね。そういうことでね、また今ね、商売の匂いが、金の匂いが今したが完全で。ドラもそうじゃないとこんな車乗れないからね。俺もちょっとスポーチューンつけたいなと思ってたんで、届くといいけどね。ね、俺もね、そうそう。スポーチューンはつけたいな、うん、その辺みんな思うから、うん、そのためになんか考えなきゃいけないだろうなと。これね、ちょうどあのスコチューンリポぐらいでさ、もうちょっとギア比上げてもいいけど、うん、だそしたら楽しいと思うんだよね。めっちゃ楽しいよね、握りつぶしてね。そうそうそう。で、この間のグラスホッパー、あれ難しくて楽しかったけど、あれこれで多分そういうストレスないからね。あ、そうですね。走れちゃうね、普通にね。これだったら4読グラフくらいの雰囲気が出る、出るね、間違いなく。もうラインでもうミリ単位でこう、ピンに寄せないと、ま、負けちゃうんだよな。でこれだと屍ルールでも倒れないな。倒れないね。まあでもいいかもしれないね、うんうん、すごい。じゃあちょっとショックのシリンダー見せていただいてもいいですか、はい、ダンパーマニアの。ダンパーマニアの。ダンパーマニアですからね。はい、ああ、これインナーにコーティングがあるかどうかだね。そこまではしてないだろうね。あ、でも X オーリングなんだね。ほんとだ。X オーリング使ってる。ほら。ああ、ほんとだ、ほんとだ。ねえ。青 X だから。どういうこと?400番がついてますね、ショックオイル。あの、タミヤのさ、うん、昔の TRF ダンパーの前のやつなんかって、うん、コーティングないたやつめっちゃ減ったじゃん、うん、なんかどこどこなってる。ああ、なったなった。要はあれになったと。ドコノート自体はなかった。アルマイトはか、だからアルマイトが弱い。あ、単なるカラーアルマイトだから。あー、ハードアルマイトじゃないから。そういうことね。それで、そこからテフロンコートとかいろんなものによってローフリクションになったから。これだいぶツヤツヤすぎて僕には判断できないですね、ちょっと。だから減らないといいですね、これね、うん、僕、色味はこれ好きなんで。そうだね、下手にこうタミヤの青いとこ入らない方がいいよね。こっちはかっこいいもんね。これちゃんとエアレーションもね、さっき説明したからね、あの上から抜くタイプだから、うん、楽だね。いいね。多分アジャスターがついてないってだけだと思ってたんで、寸法的には。だから普通のクリアルマイトじゃないかな、考えられる。なるほどね、うん、はい、いわゆる昔のローフリクションダンパーと同じです。同じような感じ。色がついてないアルバイト。だから腐食はしてくる。腐食はしてこないけど、うん、中の汚れるのは。ああ、はいはい。マグナムの摩耗性がどうかっていうのは、うんうん。なるほどね。あとでもあの頃ってピストンがテフロンじゃなかったから。ああ、それで減った。そうかそうかそうか。あ、ミストンが気持ちいい。こんな子。非常に環境はいいですね、涼しいです。いや、すごい環境です。これあれですか、今からみんなで作ろうってはならないね。ならないです、はい、ならないです。はい、わかりました。ならないです。じゃあ、僕かに白いピストンが入ってる。これだ。あ、あったあった、あ、白、うん、テフロンではないね、じゃあこれは、うん、本当だね。固めの樹脂ではあるんですね、確かね。そうそう、うん、だからまあ汚れないよ、これでね、そういった目でちょっと、うん、まあ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 、うん、まあ、ほとんどの方が、まあでもオプションのね、そうそうそう、ダンパーそれ出せるようにしとかないとオプション組めない、うん、まあまあ確かにね、それはつまんなくなっちゃうから。そうですかね、うん、ハードコートダンパーとか出してくるだろうから。あ、ビスは全部六角ですね。六角なんだ、うん、ビスは全部六角です。スチールも六角、ね、ハイトロックサーボセーバーがついてます。これ大事ですね。お、しかもこれあれだね、あ、ちゃんとしたハイトロックサーボセーバーそのままで。え、どういうことどういうこと。あー、ランナーパーティーと、はいはいはい、ビーに近いけど、はいはいはい、はい、あるね、あるね。 TE08 とかそうだったよ。そうそうそう、うん、はい、コラオプションで売ってるハイトルサボセールそのままこうですね。ああ、そのままね、うん、SP1000 番ね、うん、そう、今1000番か、今1000番、うん、高橋さんがどれだけ売ったことや。これすごいよね、これ92年ぐらいからね。ダイナストームの頃から。そろそろなんかハイトロックサーボセーバー2024とか出してほしいですよね。これはあの河野君にあったらそろそろ出そうよっていう、うんうん、そうだね。思ったよりシンプルですね。結構パーセン数が想像してたより少ないですね。少ない、うん、あ、ユニバーついてるんですね後ろね。ユニバーついてる、そうなのよ、うん、あのね、多分この辺ユニバー入れた方が抜けなくていいから、うん、あのトラブルが出にくいから楽なんですよ ね。どうしてもあのトレーニングで動く量が多いから。絶対そうだね。うん、そうするとドッグボンで位置によって抜けちゃったっていうと、その方が、まあ、これ全体的にそのベアリングもフルベアだし、うん、エアレーションのアルミダンパーもついてるし、うん、リバーサルもついてるから、うん、やっぱりなんかランク的にはちょっと上ですよね。完全それでベアリングも入ってるでしょ、うんうん、やっぱランクが高いよね、うん、まあ、だからパッとそのオプションって特にないです、ね、いや、ないないない。特にもう、ね、うん、一旦これでまずこれでスタートでいいでしょうみたいな、うん、六角幅ぐらいはこれ樹脂ですかね。
だろうね、まあ、これ自身ね、まあオプションで入れられるね、まあまあそうですね、うん、これぐらいはね、まあ、ちょっとツーリング用もそのまま使えるね、使う使う使う、うん、でボディか、あ、まあ透明ですね、うん、そう、あ結構分割なんだねこれね、6分割って言ってね、確か、うん、1、まあ、4、5、6分割で穴開けなきゃなんないから、そうですね、そう、それがめんどくさいね、うんうん、そうだね、高島さんが MS カラー塗るときにめんどくせえなって思うやつですね、これ。そうだね。つなぐのにね、うん、LED がついてるするんでね。あ、そうだね。そうだね。あれ最初はついてないし、LED はね。うん、そう、オプションだけど。LED がつけれる、うん、パイプがやっぱそう。ああ、これいいよね。うん。そう、入ってるっていう。あ、すごい。あ、そうそう、これで、ね、あと、ここほら、バギーチャンプみたいに前にもつけれるだろう。おお、なるほど。これをね、こっちじゃなくてこっちでもね。そう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 。あら、いいじゃない。結構嬉しくて。嬉しいね。え、追加で入ってんのこれ。これどうなんですか、追加とか入ってるけど。あ、これか。ライト。あ、これだ。これだ。うん。あ、4つ。え、これどっちなんだ？ 2 個で1個か。あ、ちゃんと4つ入ってる。あ、4つ入ってるよね。あ、ダブルでつけれるんだ。そう、通称って。いけるようになる、ね。うん。いや、そういう意味では遊び心を持たせてくれてる、ね。ちゃんとね。うん。うん、すごい、ね。あとね、これなんだろう。フォックスかなんかの武器の、うん。ヘルメットだっていうコメントが多数入ってる。え、ホックスってあの新しい方の。で、さ、あの昔の。あ、その時にこのヘルメットだっていう。ノバックスじゃないですか。最初のホックスの時にこのヘルメットだったらしいよ。そう、その通り。マルシー1985だから、ホックスだ。あ、わかる。やば。うん。1985年。うん、そう、ここにね、マルシー1985って書いてあったの。うん、あー、はいはいはい。っていうことは、85年に作った方だから、ホックスの。すごい。すごい、三浦さんがすごい、まだすごいわ、三浦さんがすごいって話ですね。ってことは何年前？85年、15プラス23です。もう38年、やばいね、すごいな、やばいねやばいよね、それを現行車の最新車に余裕で乗っけられるからね30年ぐらい一円焼却してるってことですかしてるよね、してるよね、そういうことでしょ、だってもう1円で型は、ね、うん、オプションのだ、アルミダンパーセット、エアレーションじゃないアルミダンパーセットがつきますよっていうね、うん、なるほどね、ああそうか、うんうん、普通のダイヤフラム式のやつだこれ、うん、そうするとそこでもこっちもエアレーションの方がいいよね、いや絶対絶対絶対、あとこれモーターのことが書いてあるのかね、書いてないのか、書いてないですね、特に書いてあることあったの、うん、まあギア比がね何対何で何枚で何対何ぐらいは書いてあるぐらいで、ああ、なんか調整関係も書いてる、いや書いてる、一応等角があって遠いんだと直進性が良くなるって、あそこはタミヤさん、まあそうだね、まあ言ってることは間違いないんだけど、うん、逆の場合が多いよね、まあ、まあそうです、ね、うん、まあ多分でもこういう凸凹道とかで、うん、不整地ってなってくると遠いのがやっぱまあまあまっすぐ走るってことになるのかなって感じですね、まあ反応は遅いよね、どちらかって言ったらだからまっすぐピクピクしないってことなのかもしれないけど、まあでもこれほら多分40年前からガイドブックに書いてある、うん、そうだね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 、ありがとうございました、いやいやいや、うん、これ最高っすわ、いやマジで、まだまだこっからですから、ないお仕事はこれなんですか、これ僕、帰ってすぐ作るじゃないですか、うん、これもう発売前に出しちゃう、発売日に出しちゃう、発売日でしょ、発売日に、うん、ドーンって出すわけですね、出したらビビーッて、うん、組みましたっつって、ああそうだね、そうそれだそう、これお店って発売日っていうところから2、3日前に入ったんですか、ね、タミヤの方も何日頃しか言わない、発送ですね、8月9日発送だから、そうで発売何日頃なんですよ、昔はもうみんな本社に取り行っちゃうじゃないけど、静岡の木屋さんはね、そういうこともあったんだよね、この出荷日になっちゃうとか、なるほど、うん、それタミヤも受け入れてたんですか、そういう昔はそういう時代もありました、ね、今はダメですよ ね今はないだろうけど、ね、昔はそういうので、今まあでもほら今は海外から買った人もいるわけだから、うん、まあまあそうだよね本当だよね考えてみたら問屋どおかしな話だよね、どころの話じゃないそう、でも海外で売ってたんだから、逆輸入ってことだね、じゃあそう、うん、行って買ってきた、生産自体は日本じゃないんだよ、日本でいや、日本でしょ、日本なのこれ、多分いろいろ事情があるにせよ、うん、せめて日本、海外同時発売くらいにしてほしい、いや、結局本来はそのヨーロッパとかまだ行ってないから、どうしても船で行く国と、でもアジアだったらすぐ着いちゃうから、そういうのもあって一応同時になるようにっていうことが狙いなんだけど、結局は
船に乗っちゃった時点でもうそれはタミヤから離れちゃってるわけだから、うん、もう代理店がど何しようがって感じ、そうそう、でも代理店がどんな手で送るかによって全然違うから、うん、船なのか飛行機なのか、それも船に乗ってもすぐ手配してて乗せられるものとそうじゃないものとあるから、そういうのもあってそのタイミングっていうのはやっぱ違うんですよ、ね、なるほどね。だけどこれ同じ日にしちゃうと日本の方が圧倒的に早いからみんな日本から買っちゃうから、うん、今こんだけ円安だったらそれこそ確かに、なんで日本で買った方が全然安いんだもん今はね、うん、こんな140円でってことは外国人で言ったらまあ免税効かない、来てないから免税なしにしたって為替より100円から計算からするから大体タイティアティシュでタイ行ったでしょ、今円安もあるからあれだけど大体日本で買う倍しますよタミヤのものは。そうなんだ、日本で6000円で買えるものは大体2000円ぐらい、うんうんうん、そうなんですよ、そういうのある、高いけどこれも高いですよね、高いでしょ、うん、実際はまあもうこのはしたがれよ、もう社長見ないから、そんな請求なんかまとまったクルーチョ一つだからよく分かってないやんか、そんなの何でもいいからアメックス行っときゃなんか買えるぜみたいなそんな人だからしまったな、俺の車も1台頼んだけど、いやでもそれも気づかれないから大丈夫ですよまあ僕はあの地元のホットラックさんに頼んだよ、ああそうだね、俺高橋さん頼んだよ、あ頼んだよ、あまた来るんだよ、頼んだよ、そうぶちぶち効果になったから、そうあそう、それでもいいね、そう、それでもいいわ、いや俺出来上がって帰ってくるからさいやいやもう橋こぶってもうきったきたにしたからでもこれまたみんなであれでね、バッタみたくやりたいよね、やろう、少しつけて、ね、ちょっとまたやろうよ、なのか、ね、なるか、なんかつけてね、ちょっと気楽なやつつけてね、やろうよ、僕今回お盆にアヒル夏の陣っていう、うん、おーフジドームでやったやつ、あれに間に合わせるために、うん、来たら3日で組んで走らせなきゃなんないので、あ、ビビエクスをマジ結構でも持ってくる人多そうだよね、多いと思うんで、これでも意外に作れそうだね、まあ、ちょっと、うん、僕も締め切りがあった方が手がつくので、うん、まあまあでもとりあえず楽しみですよね、やっぱね、あのやっぱ造形が楽しいからね、ワクワクする、すごいな、やっぱり、うん、海外でもね、ファンが根強いのは分かるもんね。フレームとか組んでたらめっちゃかっこいい。いや、かっこいいよね、絶対。うん、まあ、どういう形になるか楽しみですね。楽しみ。ちょっと、お願いしますよ。任せてください。はい、じゃあ、任せてください。いや、任せてくださいよ。逆にいいのかな、申し訳ないの。全然大丈夫ですよ。いいですね、ダートコースがあるんで、すぐできる。できるから、いや、それ楽しみじゃないですか。そうなのよ。楽しみです。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、動画、いいねをしとくんで、あ、いいですか。教えていただいていいですか。ありがとうございます。高評価よろしくお願いします。あ、本当ですか。わかりました。ビビックスだけでね。わかりました。ビビックス週間で。いいな。いいでしょ。持って帰りますよ。それは。羨ましい。明日ちょっと神奈川で軽く、下さんと、下師匠と。下君と作ってもいいです。下さんよくわかんないから、これ30年前のスープ、マジっすか言うて喜んでください。いつも動画見ていただいてありがとうございます、非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。